いろっぴとこのカラフルボックスで遊ぼう。カカ。それではいろっぴを紹介します。はい、赤っぴー。はーい、赤っぴです。こんにちは。こんにちは。そして次は緑っぴー。はーい、緑っぴだよ。次は白っぴー。白っぴはまだ小さい赤ちゃんです。こんにちは。黄色っぴー。こんにちは。黄色っぴだよ。最後は黒っぴー。はーい、こんにちは。黒っぴだよ。青。それじゃあ順番にこの箱の中に入ってもらいたいと思います。じゃあまずは黒っぴからいこうかな。黒っぴー。黒っぴが入ると、あ、いたいた。黒黒黒っぴ、混ぜ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 、えい。中から何が出てくるかな。じゃん、黒い車が出てきたよ。クロッピが黒い車に変わったよ。次はキロッピー、箱に入ってくれる？キロッピが入ったよ。いくよ。キロッピキロッピ、混ぜ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 。キーロッピは何に変わったかな。わあ、いろんなものに変わったみたい。はなちゃんにも見せて。あ、黄色い車。他にはある？あ、黄色いバナナ。あとは、あとは、わあ、黄色いアヒルさん。キーロッピが黄色いものに変身したよ。次は緑っぴー、入って入って。緑っぴ緑っぴ、混ぜ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 、えい。緑っぴは何に変身したかな。見てみよう。なに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 、ドキドキワクワク。あ、わー、緑っぴが緑のものに変身してるよ。緑の車とブロッコリーだね。おいしそう。次はかわいい白っぴだよ。白っぴー、入って入って。よし、白っぴ白っぴ、混ぜ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 、白っぴは何に変身したのかな。見てみよーっと。じゃーん。あ、車と耳の長いウサギさんに変身したみたいだよ。じゃ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 ーん。ほら、かわいいウサギさんと車でした。じゃあ最後は赤っぴー、このカラフルバックスに入ってください。ピュン。赤っぴ赤っぴ、混ぜ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 、えい。赤っぴは何に変身したかな。赤っぴだから赤いものかな。あ、すごい、消防車とリンゴでした。カラフルボックスで遊ぶの楽しかった。いろんなものに変身したね。みんなもいろんな色を使って遊んでみてね。バイバーイ、またね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。お菓子を
会いに来ました。はい。ちょっと見せてもらってもいいですか？はい。何があるかな？あ、ラムネもあるし、ガムもあるよ。こっちにはキャラメルコーンやキャンディーもある。どれがいいかな？迷っちゃうな。じゃあ、あ、このイチゴのガムください。はい。あとは、あ、このチョコレートのお菓子もください。はい。あと、あ、オレンジのゼリー一つと、あとこっちのキャラメルコーンください。はい。おいしい。あとは、あ、このいちごミルクの飴一つと、はい、あとチョコレートが人気でおすすめですよ。あ、じゃあそれも一つお願いします。はい。あとその下の野菜ラムネもください。あ、あ、これくらいにしとこうかな。以上でお願いします。はい。お会計お願いします。はい。いくらになるかな。ドキドキ。全部で520円です。はい、520円。じゃあこのお金お願いします。はい、500円のお返しです。はい、ありがとうございます。このところに入れますね。わー、素敵な箱、嬉しい。飴が自動的に返ってきた。あー、楽しみだな。お家に帰ってみんなで分けっこして食べようっと。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんな素敵な箱に入れてもらっちゃった。お家に帰って、はなちゃんと分けっこして食べよっと。ありがとうございました。はい、また来ます。はい。お買い物楽しかったな。みんなもお買い物行ってみてね。バイバーイ。今日はお医者さんセットを使ってお医者さんごっこをするよ。お医者さんセットの中身はじゃじゃじゃーん、こちらです。体温計と注射器、喉の奥を見るライトと、お腹をポンポン見る聴診器だよ。こんにちは、お願いします。はい、こんにちは、はなちゃんですね。名前を呼ばれるまで少し待っててください。はなちゃん、どうぞ。はい、お願いします。はい、じゃあこちらに座ってくださいね。今日はどうしましたか？今日はお腹が痛いので来ました。お腹が痛いんですね。それではお腹をちょっと見せてください。まずは聴診器でポンポンしますよ。あ、やっぱりお腹が痛いですね。お熱はどうかな？あ、お熱ちょっと高いみたい。38度8分だって。次は喉の奥を見てみます。お口を大きく開けてください。あーん、喉の奥もちょっと赤くなってますね。早く治る注射を打ちましょう。すぐ終わるから大丈夫ですよ。ちーくん。はい、もうおしまいです。とってもよく頑張りましたね。最後はお薬を渡しておしまいです。はなちゃんはお熱を下げる薬と、あとは
喉の赤いのを治すお薬、そしてお腹の痛いのを治すお薬ですね。はい、お待たせしました。夜寝る前に飲んでください。はーい、ありがとうございました。お大事にしてください。みんなはお医者さんに行ったことあるかな。風邪ばい菌に負けないように手洗い、うがい、毎日しっかり頑張ろうね。それじゃあ、バイバーイ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おいしいおやついかがでしょうか。あ、こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。こちらにはアンパンマンのチョコレートもありますよ。これ。はい。これ。はい。こちらにはグミもあります。飴もおすすめですよ。これ。はい。で、そしてこれ。ミミリンもですか。他いかがですか。たくさん買いますね。それも買ってくんですか。うわー、棚がなくなって空っぽになりそう。まさかこのお客さん全部買っていくのかな。全部買ってくんですか。うわーすごーい。こちらも全部お買い上げですか。うわー袋にいっぱい。じゃあお手伝いしますね。どうぞ。ザラ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 。うわーピッピカピカ。あとグミが2つあります。いかがですか。わー、こんなに空っぽになってる。それではお会計失礼します。ピッ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 。全部で950円になります。はい。あ、はい、ちょうどお預かりしますね。はい、チャリンチャリン。お品物です。ありがとうございました。気をつけて持ってってくださいね。ありがとうございました。さようなら。こんなにいっぱい売れちゃった。今日はじゃーん。この今隠してるやつを当てるよ。何かな。なんか四角いよね。うん。せーの、3、2、1、じゃん。わー、なんだなんだ。あ、胴がついてる。ここ取っ手があって開くよ。じゃあ前はこんな感じ。あ、見て見て。ここライトとナンバープレートもついてるよ。それで横はこんな感じ。すごい、ドアがついてるね。後ろは、あ、こだまって書いてある。こだま列車だよ。すごい。あ、こっちには窓が2つついてるよ。おーい、中はどうなってるのかな。中はこんな感じなんだけど、みんな見えるかな。わあ、テーブルがついてる。この穴は何だろう。この穴はお皿とか置くときによく飛行機があるでしょ、うん、あ、飛行機じゃない、あるでしょ、うん、ここにお皿を置いてジュースを置いて食べるんだよ。ぐらぐら揺れてこぼれないようにここにお皿やコップを入れるんだね。うん、上手に作ったね。段ボールとテープだね。うん、はなちゃん、どこの駅まで行きたい？ここのお家から、秋田のバッパとジッチン家に行きたいな。そっか、じゃあ秋田駅までの切符を買おう。うん、行こう。おう、どこ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 。
あ、切符売り場に来たよ。花ちゃんと僕の分を買うから、切符は2人分だね。ピッ、2人。秋田までの切符をください。ピッピッ。お金を入れて、あ、切符が出てきた、出てきた。まず1枚目の切符。もう1枚出てくるかな。あ、来た来た。この切符を持って新幹線に乗ろう。お願いします。はい。大人とかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかいないんですか？お兄ちゃんがいます。はい、お願いします。はい、どうぞ。わーい、花ちゃん乗れるよ。待って待って、花ちゃんも。わーい、楽しみ。早く出発しないかな。運転士さん、もう出発の準備してるみたい。本当だ、運転手さんも乗ってるよ。ドアが閉まります。ブーン。美味しいジュース、美味しいお弁当はいかがでしょうか？お兄ちゃん、花ちゃん、ジュースが欲しいな。いいね、じゃあお願いしよっか。すみません、ジュースとお弁当ください。はい、かしこまりました。桃味の桃ジュースです。そしてこちらがミックスジュースになります。お弁当はお一つでよろしいでしょうか？こちらに置いておきますね。ありがとうございました。よし、お兄ちゃん、お弁当食べよう。そうだね、食べよう。わあ、おいしそう。いい匂いがしてきたぞ。花ちゃんが好きなトマトとブロッコリーあるといいな。それはどうかな。じゃん。わあ、やったね、花ちゃん。うん。僕の好きなハンバーグも入ってるよ。じゃあ食べよっか。うん。いただきます。いただきます。じゃあ花ちゃんブロッコリー食べる。じゃあ僕はハンバーグ。あまあまあまあ、おいしい。 ありがとう花ちゃん。まままま、ピンポンパンパン。もうそろそろ秋田に着きます。わあ、秋田だって。じゃあ降りる支度しよっか。うん。まままままま、ごちそうさま。まもなく秋田に着きます。まもなく秋田に着きます。降りる方は右のドアからお降りください。ドアが開けます。プシュー。さあ、じゃあ花ちゃん降りるよ。はーい。よいしょ。タッカ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 。あ、向こうにばあばとじいじ待っててくれてるよ、花ちゃん。あ、行こう行こう行こう。秋田までの新幹線の旅、ドキドキしたけど楽しかったよ。みんなも新幹線や乗り物を作って遊んでみてね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。学校に行ってきます。おはようございます。おはようございます。よいしょっと。カバンを置いて。もうみんな来てたんだね。国語を出してください。はい。じゃあ国語の教科書とノートを出そう。あ、筆箱もいるかな。はい、いります。筆箱と国語。よし、これで OK。先生準備しました。はい、ちょっと待っててくださいね。はい、鉛筆も準備しとこうっと。筆箱を開いて。わー、何色にしよっかな。今日は青にしよう。皆さん国語を読んでください。はい。じゃあ国語を読むよ。 1,2,3 入っていったら読んでくださいね。はい。 1,2,3 はい。子猫の
みーちゃんはお母さんと魚屋さんへ買い物に行きました。はい、皆さん上手でしたね。それでは国語をしまいましょう。はーい。それでは次は算数をお勉強します。ワークを持ってきてください。準備しました。それでは問題を解いてみましょう。おやつの時間だよ。星の弁を読んで四角に当てはまる数を書こう。チョコレートと飴は配ると、みんなに一個ずつ配ると、それぞれいくつ余るかな。フォークとスプーンを配るよ。みんなに一本ずつ配ると、それぞれいくつ余るかな。できました。はい、じゃあそれではしましろうくん、答えを読んでください。チョコレートは1個余る、飴は2個余る、フォークは2個余る、スプーンは1個余る。すごいです、しましろうくん、全部正解です。それでは算数の時間はこれでおしまいです。算数のワークをしまって連絡帳を出してください。はーい。よいしょと、連絡帳ちゃんと僕のだね。名前も OK。 明日の持ち物はこれです。忘れ物をしないよう連絡帳に書いてくださいね。かけた子にはこのバッチリ1年生シールを渡します。貼ってください。シールが貼れた子はランドセルにすべての荷物をしまいましょう。はい。よし、全部ランドセルにしまったよ。それではみんなで帰りのご挨拶をしましょう。さようなら。さようなら。ランドセルを背負って帰ろう。さようなら。さようなら。あー、小学校楽しかった。明日も頑張って早起きして学校に行くぞ。今日はおしゃれなカフェに来てるんだ。今はなちゃんはクリームパイ、僕はソフトクリームを注文したんだよ。もうすぐお店屋さんが運んできてくれるかな。楽しみ。今から注文のアイスクリームを作ります。よし、タッピングしよう。出来上がり。クリームパイは作ります。できた。あー、ソフトクリーム早く来ないかな。すっごい豪華なソフトクリーム注文したんだよ。お待たせしました。あ、やったー、ありがとうございます。はい。わー、ありがとう。見て見て、僕はユニコーンアイスを注文したんだ。よく見ると耳やユニコーンの角あるでしょ。後ろには羽が生えてるんだよ。素敵。はなちゃんのパイはどんな感じかな。はなちゃんのパイは虹色のパイだよ。クリームが入ってるんだって。
いただきます。ママママママ、ほらクリームが入ってるよ。わあ、ほんとだ、はなちゃんの美味しさ。僕もいただきます。ペロ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 。わあ、甘くて美味しい。みんなはどんなおやつが大好きかな。食べた後は歯磨きしようね。歯磨きしないで寝る人はバイキンマンが来ちゃうよ。大変だ。それじゃあまた見てね。バイバイ。今日はこの生き物観察号でいろんな動物を観察してみるよ。まずここのスイッチ入れます。形、食べ物、得意技、観察、ゴーゴー。そしてこの真ん中の緑のボタンをポチッと、カードを入れよう。この緑のところにカード16番キリンを入れるよ。キリンゲット。よし、キリンゲット。じゃあこの観察ボタン押してみるね。鳴き声を聞いてみよう。こんな鳴き声なの？面白い。もう一回押してみるよ。敵から逃げやすいように立ったまま寝るよ。へえ、立ったまま寝るんだって。知らなかった。よし、カードを出して次の生き物入れてみるよ。次は17番、シマウマ。よし、次はゲットしたシマウマを観察するよ。鳴き声を聞いてみよう。こんな鳴き声なんだって。シマ模様はみんな違うよ。そっか、シマ模様のシマシマはみんな違うんだね。よし、次は18番、カバ。カバ、ゲット。よし、ゲット。鳴き声を聞いてみよう。すごい、なんかちょっと豚にも似てるね。体から赤い液を出して皮膚を守っているよ。え、赤い色？不思議だね。よし、この調子で次々。19番、パンダ。パンダ、ゲット。鳴き声を聞いてみよう。え、この鳴き声パンダなの？面白いね。木登りが得意なんだって。そして最後は20番、コアラ。コアラ、ゲット。鳴き声を聞いてみよう。この声鳴き声なの？本当にカバよりもコアラの方が豚みたいな鳴き方だね。面白い。赤ちゃんはお母さんのうんちを食べて栄養を取るよ。え？赤ちゃん、お母さんのうんちを食べちゃうの？栄養がいっぱい入ってるのかな？知らなかった。みんなは鳴き声聞いたことある？
僕はキリンもシマウマもカバもパンダもコアラも聞いたことなかったよ。すっごく面白い鳴き声だったね。観察カードはまだこんなにいっぱいあるよ。また僕と一緒にいろんな生き物観察しようね。それじゃ、バイバーイ。